こんにちは、しげしげです。ミルで伝説の遺構を攻略したいと思います。継承ですが、自分のミルにラファエルとフレンドさんのミルに三色人を継承してもらっています。では行ってみましょう。まず1回普通の黄金の番人ですので、盤面を整えて突破してください。はい、で2階は倍率継続してますので、4焦げしとかで盤面を調整しながら突破してください。はい、3階でふわふわが出てきます。ただ、素で攻撃受けれちゃうので、まあ受けてから十字打ってあげて、ちょっと耐久して、まあ、ふわふわが なくなったら抜いていきましょうかね。はい、ここで抜きに行きます。で4回ですが、スキル封印使ってきます。であと操作時間の短縮ですね。ただ3発ぐらいまでなら受けれますので、ふわふわ残しちゃってもここで調整したりして突破してください。はい、で5回は4コンボ以下吸収に気をつけて、4焦げし混ぜて攻撃していきましょう。で6回がコロコロが来ますね。はい、コロコロ来るんですけども、まあ盤面を整えながら攻撃していきましょう。攻撃自体はね、そんなに大したことはないです。はい、で7階はジンを使って突破しましょう。でボスですね。このパーティーの場合、お邪魔も爆弾も 100% 弾けますので、まあ、普通に盤面を整えて突破していきましょう。小太郎のね、マシンキラーも非常に有効ですので。はい、でこの後なんですけど、全面ロックされます。はい、なので、まあ、ここで、向こうを張って、ドロリフしてあげます。で、その後に盤面を見て、
変換もしくは陣を使って光4-3の6コンボ前後で根性を発動させずに根性を消します。4-3の6コンボ、あー1個乗って7コンボですね。はい、ただここまで削ればね大丈夫なので、はい、残ってる変換を使って倒してください。はい、このダンジョンギミックは多いんですけど、しっかり対策をすれば特に難しいところはないと思うので、ぜひ攻略してみてください。ご視聴ありがとうございました。